皆さん、こんにちは。さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するレクリエーションはおやつレクでお漬物になります。いつもは甘いお菓子などをご紹介してるんですけれども、特にね、田舎の女性とかになると、お昼時とかにね、皆さん結構しょっぱい、ちょっと軽くおつまみ的なものを持ち寄って、お茶と一緒にね、飲まれたり方が多いです。なので、たまには物とお茶というおやつタイムもいいんじゃないかなと思って、私も実際事業所でね、やってみたことがあります。で、その時好評だったので、ご紹介をさせていただきます。使うものはミニトマト、それからきゅうり、長芋、そして、エバラの浅漬けの素になります。で、エバラの浅漬けの素なんですけど、醤油の方もあるんですけど、あれはね、私は塩分が濃くて好きじゃないです。昆布だしのやつは塩分が弱いのに、昆布のお出汁が効いてるので、すごくね、美味しくできるのでおすすめになります。トマトなんですけれども、ちょっとね、今日なかったんで買えなかったんですけど、夏のね、ある時期になると、ナでアイコという品種が出てくるんですけど、雫型っていうのかな、長細い形をしてるものなんですね。で、似たような類似品でイタリアとかの長細い品種も売ってるんですけど、あれはちょっとね、色がオレンジっぽい感じのものは、皮が硬くてかなり酸っぱいです。で、日本のそのアイコっていう品種がちょっとお高いんですけど、北海道産の北の太陽とかね、そういう品種で、長い品種があるんですけど、それはね、皮が少し厚めなんですけど、糖度がすごくあって、めちゃめちゃ美味しいです。で、本当はそっちの方が良かったんですけど、今日はちょっと揃えられなかったので、スーパーで売ってるね、普通のミニトマトを使っていきたいと思います。それでは作っていきましょう。衛生上の問題もあるので、作って持ってきていい場合は、他のやり方があるんですけど、今日はレクリエーションの時間で作っていただいて、で、おやつの時に食べるという設定でちょっとご紹介をしていきたいんですけど、ミニトマトは今ヘタを落として洗ってあります。で、このように浅くね、十文字を入れます。で、そしたらこうタッパーのようなものにこうね、並べていきます。きゅうりなんですけど、本当は、漬ける時間がね、長ければ、皮がついている方がいいんですけども、今日は揉み込んでおやつの時間にすぐ召し上がれるような感じでいきたいと思うので、皮をうり状に落としてあります。で、上下を落としてありますね。で、これね、厚みなんですけど、ちょっと厚めがいいです。揉むと、水分がね、野菜の水分が抜け出してきて、で、漬物の元の成分が入っていくので、ちょっと厚めにしないと出来上がりがペラペラになっちゃうっていうのが一つの理由と、もう一つは、これ私母親から学んだんですけど、高齢者の方って歯がね、まあ技師の方もいますけど、ない方もいらっしゃるじゃないですか。で、私、母親が歯がね、あんまりなくなっちゃった時に、いつもの浅漬け作ってるから作るよって言って、実家で作ったんですよ。そしたら、薄すぎて噛めないって言われたんですね。だから、ある程度厚みがある方が、実は歯がない方にはよろしいということになります。で、長芋なんですけど、これネバネバ成分が出てきてやりづらいので、まっすぐな場合はこのように手元だけ残して、輪切りにしていきます。で、これもね、ちょっと厚めの方が美味しいです。すごいね、なんか大きめに入れたのに、出来上がり、あれ、縮んじゃったみたいになるんで、大きめの方がいいです。でね、しないですけど、長芋のすりおろしとかをするときに、取り扱いがぬるぬるして難しいじゃないですか。で、この切った側面から全部ぬるぬる出てきちゃうんですけど、全部ね、皮を剥いていただいて、お酢をお水で薄めたものにくぐらせて、お水で流すと、じゃがいもみたいな、皮を剥いたじゃがいもみたいな手触りになるんですね。
なので取り扱いがしやすいです。これはちょっとプチポイントなので、今日はあんまこれね、皮残してこういうふうにやればいいんですけど、長芋のお料理とかをするときにぜひおすすめのやり方なので、酢水覚えておいてください。で、長芋は、厚めにカットをしたらこのようなジップロックに入れていきます。で、きゅうりもジップロックに入れて揉み込んで作っていきます。何度も言うんですけど、漬け込む時間がある場合はタッパーに入れて漬け込んでいただければ大丈夫なんですけど、今回は揉み込んで早く作っていくので、ジップロックに入れて揉んでいきます。ただトマトだけはそもそもね、生で食べれますし、大きいトマトによくお塩をかけると甘くなるっていうじゃないですか。あれと同じような効果なので、本当にね、浅い浸かり具合でも十分トマトは美味しくなるので、今回トマトは十文字に入れてタッパーでつけていきます。はい、じゃあ3種類それぞれ準備ができましたので、浅漬けの素を入れていきたいんですけど、お野菜のね、量に対してどのぐらい入れるかっていう目安がね、ここに書いてあるので、よく読んでください。で、これ、500ml 入ってるんですけれども、例えばね、今日きゅうり2本だったら100ml 入れるって書いてあって、ここに100ミリ線が書いてあるんですね。こういう感じで。なので、500ml なんで5回分使えるってことになるんですけど、今日はそれぞれ100ミリずつ入れていきたいと思います。はい、それぞれ入りました。で、普段はこんな贅沢な使い方しないんですけど、ただケチってね、入れなさすぎても、もうその後でもう一回追加しても味が入っていかないので、容量はきちんと守った方がいいです。で、長芋はこのような感じで上から揉んで、お客様に揉んでいただいてください。きゅうりも同じですね。このようにお客様に揉んでいただいてください。しっかりと厚めのジップロックを使えば漏れたりすることがないので、お客様にね、いちいち手袋していただかなくてもできるので、まあ、カットするところはね、手袋しないといけないと思うんですけど、いいと思います。で、トマトはこんな感じ。使ってないので、この後ね、裏返していくのがいいです。切り目から染み込ませていくので、びっちりね、こう埋まった状態から裏返していくのがいいです。はい、これで15分ぐらいしたらね、15分から30分ですね、すれば完成になります。はい、先ほど言い忘れちゃったんですけど、揉むのは3分ぐらいで、その後15分冷蔵庫で今冷やしました。しっかりとね、味が入ってて美味しいです。で、地域にもよると思うんですけれども、長芋の浅漬けを私がお出しした時にすごい珍しがられたんですけど、ものすごく美味しいのでぜひやってみていただきたいです。ただ1個だけ注意点として、腎臓に疾患を抱えている方については、生の野菜や果物にはカリウムが多く含まれているので、多分召し上がれないと思いますので、その点はご注意ください。看護師等にね、相談をしてください。はい、暑い夏ですし、ウリ科の植物っていうのは体をね、冷やしてくれる効果があります。適度に塩分もとって、賢くね、夏を乗り切っていただきたいなと思いますので、たまにはしょっぱいおやつということで、今回はお漬物をご紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございます。Are you sleeping?